うりゃ。楽しかったぞ。王子、今は手をお貸しできませんのじゃ。意外と見つからないんだな。崖に囲まれていて目隠しが多い。守りにも強く理想的な場所だ。ちゃんと考えられてんだな。そうだけど、すごいのを撃てれば壊せそうだよな。この辺りはサンドランドとはまた違った険しさがあるな。俺たち魔物にとっては空気が綺麗すぎるのも嫌な感じだ。まったくですな。頭が痛くなります。
わしの出番ですな。楽しかったぞ。よし、一丁上がり。王子、今は手をお貸しできませんのじゃ。
しゃよっ。時にあなたは何者かね。ただ者ではないとお見受けするが。何の側近でありながら敬愛する王の危機を救えず、甘えたい盛りの幼い王女を連れて逃げることしかだった。無力な老いぼれだ。気になっていたのだが、クーデターなど思いつきではできまい。周到な計画が練られていたはずだが、兆候には気づかなかったのか。うん。フレッドはクーデターを起こしてまで何を成し遂げようとしている。アンは国を大きくするためだと言っていたが、それだけとは。それは俺たちも聞かせてもらいたいな。スイマーズ、なぜお前たちがここに。手は貸さないって言ってなかったっけ。二度と会うことはないとカッコつけてもいましたな。うるさい。昔の仲間に頼まれたら断るんだろうが。なんだじいさん、こいつらのコソ泥仲間だったのか。気高い反乱軍の同志だ。ではあなたとはサンドランドで。そういうことだ、シバ将軍。かつての強敵が今は味方とは、なんとも頼もしい話だな。あくまで俺たちはランゴと組んだだけだからな。パパ、顔が赤いよ。余計なことを言うな。それよりブレッドの狙いを教えろ。あやつの目的はこの世界に残る5つのアクアニウムを集めて、空中要塞ガラムを復活させることだ。空中要塞？かつてピッチ人の母艦としてフラットランドに降り立った宇宙船を、戦争のために改造した世界最大級の空飛ぶ戦艦と言われておる。その実態は不明だが、一説では世界の中心として栄華を極めたフラットランドを3日
紙板で海に沈めたとてつもない兵器という話もある。それってゼウの巨大戦艦よりすごいのか？比べ物にならんだろうな。何せこっちはアクアニウム5つだ。そんなものが復活したらどうなってしまうんじゃ。ブレッドが世界を意のままにする力を手に入れることになろうな。冗談じゃないぞ。誰かの言いなりなんて真っ昼だ。そう、だからこそ我々は。ランゴさん、話の途中ですまぬ、用ができてしまった。少し時間がかかりそうだから、その間に体を休めてはどうかな。そうさせてもらおう。泳ぎ同士で疲れてたところだ。私たちはキャンプを見て回るか。できるだけ情報を集めておきたい。わかった。ありがとうございました。ほった。さっきの魔物さん、僕のこと。さあ、人間の顔っていまいち覚えにくいんだよな。ふんふん、魔物にとって人間の顔は覚えにくいと。メモするようなことじゃなかろう。いやいや、知識は宝だよ。特に僕みたいな体が弱い人間には。なんでひ弱なのにレジスタンスなんてやってるんだ。そりゃ、ジャム国王を慕ってる国王派だからさ。ここにいるみんながそうだよ。好きだから命を懸けて救おうと。人間の考えることはよくわからんな。魔物は誰かのために命を懸けるのは理解できないと。その言い方はなんか違うぞ。わしだって大魔王様のためなら。俺のためには、そうですな。ヒゲくらいならかけますぞ。シーフってそういうとこあるよな。
さっきは悪かったな。ほう、殊勝な態度じゃな。勘違いすんじゃねえ。ランゴさんに言われて謝っただけだ。謝るのか喧嘩売るのかどっちだよ。ならばこの話はここまでにしよう。ところで空中要塞ガラムのことを何か知っているかね。俺は新人で下っ端だから大したことは知らねえ。ウドさんは50年前に世界が滅びかけた大戦争の再現になるとか言ってたな。俺にはピンとこねえけど、ウドさんが言うならそうなんだろうよ。30年前の悲劇どころか50年前の悪夢の再来とは。ビアンさん、ランゴさんはどうしました？血相を変えて。お嬢の居場所が分かったんです。なんと、それは一大事。聞いたな、王子。ランゴのところへ行こう。ああ。見つかったって、うん、ロゼッタの戦車隊が北東のエンドミル基地に入った。レジスタンスはすぐにでもエンドミル基地に向けて立つ。力を貸してくれるなら基地まで来てほしい。
ほっと。なもんかな。わしの出番ですな。わしの出番ですな。見かけるのにトリケって意外と見つからないんだな。崖に囲まれていて目隠しが多い。守りにも強く理想的な場所だ。ちゃんと考えられてんだな。整備された道といえど木々が飛び出し視界を過ぎてしまうこともある。運転するなら。
たりはサンドランドとはまた違った険しさがあるな。俺たち魔物にとっては空気が綺麗すぎるのも嫌な感じだ。まったくですな。頭が痛くなります。Shut up!この辺は首都に近いようじゃな。ということは兵士の数も増える。進むなら警戒が必要だ。
首都の近くといってもどこでも発展してるわけじゃないんだな。特殊な地形が理由でしょうな。その分首都が大きく発展し多くの人で賑わっているのだな。来てくれると信じていたぞ、ベルゼブブ殿。本当に来やがった。文句あんのかよ。ふん。状況は最悪だ。つい今しがた、ブレッド大将軍がエンドミル基地に入りました。案の引き渡しのためと考えるべきだろう。10年行方知れずだった王女の発見、大将軍が出張ってくるのに十分な理由だな。引き渡されたらどうなるんじゃ。あら、いずれにせよいいように利用されるだろう。分かってんなら早いとこ助けに行きましょうや。ブレッドが来たことで普段以上に警備が厳重になっている。正面から戦いを挑んでも勝ち目はない。こういう場合、ラオ殿ならばどのように戦う。陽動と隠密に部隊を分けるだろう。陽動部隊で目を引きつけ、少数精鋭で潜入し暗を助ける。それがしも同じ考えだ。問題は誰を潜入部隊にするかだが。精鋭といえば我々スイマーズしかおらんだろう。お前らは水泳だろ。精鋭だったら俺で決まりだ。争っている時間はない。ここは判断を任せてもらおう。潜入部隊はラオ殿にお願いしたい。心得た。ざまあみろ。選ばれたのはお前じゃなくてシバだろうが。同じことだろ。一刻が惜しい。早速作戦開始だ。ウド、砲塔、できるだけ大きな騒ぎを起こすぞ。了解。くそ、今回だけは美味しいところを譲ってやる。私たちも行くぞ。この辺は首都に近いようじゃな。ということは兵士の数も増える。進むなら警戒が必要だ。の近くといってもどこでも発展してるわけじゃないんだな。特殊な地形が理由でしょうな。その分
首都が大きく発展し、多くの人で賑わっているのだな。3人でまとまって動くと敵の目につきやすくなる。3手に分かれよう。連絡は王子のテレパシーに任せる。オーケー。いきなりわーとか言って脅かすのはなしですぞ。分かってるっつーの。誇り高きフォレストランドの占有職。なんだ大将軍ブレッドである。ジャム国王が悪魔の声にそそのかされ、祖国を裏切ってから10年の月日が流れた。我らは待ち続けた。尊敬してやまない王の目覚めを。しかし今日ここに至るまで王が目を覚ますことはなかった。これは生きながらの死である。死者に国を託すことはできない。我らには新たな王が必要だ。では王にふさわしいのは誰か。ブレッド大将軍。戦友諸君からの信頼嬉しく思う。しかし新たな王に求められるのはただ国を愛し戦うだけの男ではない。フォレストランドは今かつてない危機を迎えている。サンドランドから送り込まれた悪魔がリリス王妃に化けて王をたぶらかした。そしてかの国では前世を敷いていたゼウ大将軍が悪魔によって撃たれた。残ったサンドランド国王軍は悪魔と手を結んだという。これが意味することは何か考えるまでもない。恐るべき悪魔に操られた国王軍によるフォレストランドへの侵攻である。好き勝手言ってるな。戦闘準備。見つかっちまった。もっとこっそり進まねえと。敵だ、捕らえろ。見つかっちまった。もっとこっそり進まねえと。見つかっちまった。もっとこっそり進まねえと。
戦闘準備。見つかっちまった。もっとこっそり進まねえと。敵だ！捕らえろ！見つかっちまった。もっとこっそり進まねえと。一丁上がり。賢明な諸君ならばもう気づいているだろう。新たな王に求められるのは悪魔と戦い打ち勝つ力だ。そして幸運なことに我らは知っている。王をそそのかした悪魔を打ち、その力を証明した英雄がいることを。そう、勇者ムニエル様、その人である。ムニエル、これなのに姉ちゃんがやられたってのか。やっぱ何かの間違いだな。よし、すっきりしたところで案を探すか。兵士諸君、熱い歓迎ありがとう。みんなの気持ちはよくわかった。それほどまでに望むなら、私が新たな王となろう。聞いたか、皆の者。10年間お、すごそうなメカがあるじゃん。乗りてぇ。けど、さすがに今は無理だな。ついに即位を決意してくださった。これでフォレストランドはサンドランドと戦える。
しかしか即位式を執り行い、そのまサンドランドへ宣戦布告する。その時がサンドランドと魔物たちの最後だ。この上アンまで利用されてはますます奴らの思惑通りになる。さっさと見つけねえのな。王子、こっちです。鍵がかかっている。頼めるか。任せとけ。みんな、こういう時って感動のハグを交わすもんじゃないの？知らねえ。さあ、急いで脱出しよう。待って、その前に司令室に行かせて。司令室？そんなところに行ってどうする？兵士たちが話してるのを聞いたの。そこにアクアニウムレーダーがあるって。なるほど、行ってみる価値はあるな。わしは反対じゃ。司令室なんて一番警備が厳重な場所だろう。ブレッドとムニエルが演説をしてる今なら大丈夫でしょ。少々楽観的だが間違ってはいない。だったら行こうぜ。
ありがとう、ベルゼ。ここは警備が厚いな。集団で動くと見つかりそうだ。じゃあ一人ずつ行くか。そうしよう。ピッチ上がり。遅いぞ、シーフ。頭の先っぽに気づかれて危うく見つかるところだったんですよ。無駄に尖らせてるからだろ。無駄とは何ですか。わしのチャームポイントですぞ。とにかく無事に合流できたんだ。先を急ごう。
なんだお前たちは。侵入者だ。了解。おそらく間違いなかろう。あとは よし、アクアニウムの位置は分かった。脱出するぞ。ブレッド、何？伝説も多いだな。こいつ、王子と互角じゃと。本当に人間か？そういう貴様は本当に悪魔だとしたら恐れるに足らんな。悪魔の王子をなめんな。ゼウとの戦いで本来の肉体を失っている。ブレッド大将軍、まずいな。逃げ場を失うぞ。毒ガスじゃ。今だ、走れ。見ましたか王子、わしの見事なトンチ。おっさんの真似しただけじゃんか。いや、素晴らしい起点だった。おじいちゃんがおしゃれさんで助かったわ。痛いな、こまる。いってはっ、俺ってすごい。さっきのでかいおっさん、心が読めなかったな。あんなの初めてだ。機械の体だから勝手が違ったのでは。戦えるぞ。そうかも。俺もまだまだガキだな。キャン、外せ。よし、一丁上がり。こいつを食らえ。いってててて、うりゃっ。また湧いてきたぞ。拉致があかんな。王子、ここは任せる。ああ、あやつわしらをおとりにして一人で逃げるつもりですぞ。バーカ、いいからやるぞ。
楽しかったぞ。バカ。ごめん。観念しろ、魔物ども。チッ。待たせたな。あー、俺が乗ろうと思ってたやつ。そういうことなら操縦を変わろう。どうも操縦桿がやりづらかったんだ。いいのか？やった！楽しかったぞ。ランゴ、みんな！本当に助け出してきやがるとは。まだ文句あんのか？まさか、感心してるんだよ。いや、違うな。ありがとう。すごい魔物だよ、お前。怪我はないか？大丈夫。でも首飾りを取られちゃった。王家に代々伝わる大事なもので、お母様の形見だったのに。お嬢が無事ならそれでいい。さあ帰ろう。わし、うん、あ、そういえば誰か忘れてるような。まあいっか。
この辺は首都に近いようじゃな。うん、だから警備も厳しくなってる。ということは兵士の数も増える。進むなら警戒が必要だ。あん、ただいま、みんな。おお、よくぞ。腹減ってねえか？すぐに俺が飯作ってやっから。お前の料理なんて食べたら、せっかく助かったアンが腹を壊す。そりゃひでえよ、ウドさん。自然と人が集まり、笑顔の輪が広がる。あの人徳はジャム国王譲りだな。なんかあいつ無理してね。首飾りを奪われたのがよほどショックだったのでしょう。そうかな。やあ、いいね。仲間たちはお祭り騒ぎだが、アンは参加しなくていいのか？だからこそだよ。私は半分悪魔だからか。うん、この先ずっと言わずにおくつもりかね？いつかは話すべきだと思う。だったら今でもいいじゃん。そんな勢い任せにもいかんのでしょう。だが秘密というやつは長く貯めるほど重たくなっていく。話せるなら早い方がいいと私は思う。
そうだね。ありがとう。みんなと話してみる。よっ。みんな聞いて。あのね、みんなに話さなきゃならないことがあるの。改まってどうしたよ。何でも言ってみな。実私の体には半分悪魔の血が流れてるの。は？何の冗談だよ。冗談じゃないんだって。私も知らなかったんだけど。ランゴ殿、アン様の話は本当なのですか？なんてこった。ふざけんなよ。なんだよ悪魔って。ブレッドの言ってることは全部嘘だったんじゃねえのかよ。騙してたのはあんただったのか、ランゴさん。説明してくだされ、ランゴ殿。場合によってはレジスタンスの存在意義を揺るがしかねないお話ですじゃ。すまぬ。ジャム国王とリリス様がお嬢にさえ明かさなかったことを、それがしの判断で明かすことはできなかった。ジャム国、ブレッドの話で嘘がなかったのはリリス様が悪魔だったということだけだ。ジャム国王が悪魔に操られていたなどということは絶対にない。お二人は心から愛し合っておられた。結構。しかしその判断に打算がなかったと言い切れますかな。否定はできんな。なんだよそれ。あれは嘘、これは何を、誰を信じていいのか。誰を信じるって、そんなの自分以外にいないじゃん。つうか、お前らアンが悪魔の子ならこいつの敵になんのかよ。少し頭を冷やして考える時間が。そうですな。明日の朝もう一度話しましょう。みんな、すまなかったアン。私はいいよ。少しショックだったけど今は悪くないなって思ってる。おじさんもできたし。おじさんって言うな。そうか、ベルゼブブ殿はリリス様ので、お仲間たちは放っておいていいのかね。ウドが言っていた通りだ。みんな考える時間が必要だろう。あなた方も休んではどうかな。では案内しよう。皆の考えを聞かせてもらえるかな。私はこれまで通りレジスタンスとして戦います。良いのか。私は石膏ですから、自分の目で見たものしか信じません。私が見てきたお二人は信じられる人たちです。俺も続けるぜ。少し前ならトリケキャンプを出てったかもしれねえが、今は信じられる魔物もいるって知ってるからな。僕もレジスタンスを続けるに一票。みんな甘えな。
まあでも当の案が怒ってねえのに俺が怒っててもしょうがねえか。いいよ、ここは大人になってやれ。ビアンはどうかな。どうも何もアン様のおそばを離れるなど考えられませぬ。ビアン、みんなありがとう。ソネ、これからどうする。もちろんお父様を助ける。すみません、お嬢、王の幽閉場所は未だわからずで。だよね。ジャム様に次ぐ作戦目標といえばアクアニウムですが。それならばエンドミル基地のレーダーでおおよその場所はつかめている。すっげえ、アクアニウムの場所が分かったのかよ。ほうとう、地図を持ってきてくれ。はい。高速移動していたアクアニウムとゼウの船から奪われたものを除けば、ブレッドの手に落ちていないアクアニウムはここですな。リアンダ戦艦か。水没していてナウテノジャンカーも手を焼く場所だというが、行かない理由にはならない。しかりだ。準備が整い次第すぐに立とう。では身軽な私たちは一足先に向かうとしようか。